Marvelous! ビーチボール戦乱神楽。楽しんでいってくださいね。それでは決勝戦を始めます。レディーファイト！どうしたのよ？ヨガちゃん、トイレに行きたくなったの。まったく、早く行ってきなさい。絶叫した隙に超必殺技を入れてくるなんて卑怯ですわ。気を抜く人が悪いんだよね、ベベタ。ワンワン、盛り上がってるね。ヨナちゃん、トイレから戻ってきました。え、まさか。あなたもしかしてトイレで緑色の液体を触った？うん、ハンドソープが切れてたから棚から出して使ったよ。オーマイガー、その姿は何があっ
か。ヨミちゃん、ペロペロしてあげる。ペロ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 。ヨミちゃん逃げて。ペロペロされちゃいました。ワンワンワン、ペロ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 。やめてください。なんてこと、獣アリの効果は伝染するのに。これは何ですか。これ会場のみんな避難して。なんか楽しくなってきたよ。キョン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 、みんなで獣になろうよ。ちょっとどうしたの。あら、なんだか可愛らしい動物がいますね。確かに可愛いことは可愛いけど、顔はヨミちゃんたちだよ。もしかしてこれってハルカさんの仕業じゃない。はい、そうです、その通りです。なんていうか、そのごめんなさい。アスカさん、とりあえず暴れているリョーナさんを取り押さえましょう。うん、そうだね。あ、それはダメ。キョンキョンキョン、ただ取り押さえるんじゃなくて、どうせだったら縛ってほしいわ。だからサバちゃんと。これは、あらら、さすがにこのままだとまずいわね。さて、どうしましょう。あ、そうそう、あれあれ、この玉があればなんとかなるわ。だけど私一人でやるのはちょっと難しいかな。誰かの手伝いがないと。ねえ、あなた、ちょっと話を聞いてくれる？あの子たちは人の心を失いつつあるの。このままだと本物の動物になっちゃうわ。まずはじっくり話をして記憶を刺激しないと。で、人の心を取り戻してきたら、この玉はピーチボールっていうの。程よい振動を与えると特殊なミストを出してあの子たちの体を元に戻すことができるわ。というわけで、あなた手を貸してくれる？え？どうやってピーチボールに程よい振動を与えればいいのかって。そうね、ピンボール台を使えばいいんじゃないかしら。こんなこともあろうかと密かにお店のピンボール台を改造していたの。このお店暇だったしね。さあ、あの子たちをミストが届くピンボール台の上に乗せちゃいましょう。どうぞお好きなようになさってください。
私たちの物語です。まずは人間だった時の思い出を刺激してみるわね。ユミちゃん、あの時のこと覚えてるかしら。ほら、かわいい洋服を二人で買いに行ったわよね。あ、思い出したにゃ。私は楽しかったんだけど。待って待って、ユミちゃん、いいの？そんな猫のままだと黒影様が悲しむわよ。私は猫じゃない。私はユミ、黒影おじい様の孫。よし、人間の心を取り戻せたみたいね。私は一体。ユミちゃん、ちょっとピンボール台まで来てくれる？そうすれば動物顔を直せるから。ごめんなさいね、迷惑かけて。頼りにしてるわよ、ユミちゃん。あと、この人も手伝ってくれるからね。よろしくお願いいたします。では、行きましょう。無理はしないでくださいね。ハムハム。
ましたわ、紫さんです。もく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 、一心不乱にお菓子を食べていらっしゃいますね。ゲーム大会の参加賞の棚がすっからかんです。ガオー、私クマだよ。かわいいクマさんですね。思わずギュってしたくなります。ギュってしたら噛むよ、私クマだから。やっぱりかわいい。でもあんまり可愛くてちょっと嫉妬してしまうプリ。ユミちゃん、クマになった紫ちゃんの可愛さに対抗してるの？そんなことしてないプリ。してると思うわよ、語尾にプリがついてるし。なんでもいいけど邪魔しないで、私今食事中だから。食事を邪魔する気はないけど、いくらなんでも食べ過ぎじゃない？いいの、私これから冬眠に入るから。ゲームして寝て起きてゲームして、たまに宅配ピザを食べて冬眠。それは楽園。ああ、クマでよかった。それは冬眠なのでしょうか、単なる引きこもり生活のような。え、そうなの？でも問題ないかも、快適な生活なら。そうですか、強行手段に出たくはなかったですが、こうなったらインターネットを遮断するしかありませんね。え、ネットのない引きこもり生活なんて、私生きていけないよ。では私を信じてついてきてください。必ず紫さんを助けてみせますから。でも知らない人についていっちゃダメってお姉ちゃんが言ってました。イムさんですね。私はイムさんともお友達ですよ。だから知らない人ではありません。イム、その名前には聞き覚えがあります。とてもいい感じに記憶が戻ってきたわね。このままピンボール台まで誘導しちゃいましょう。ほらユミちゃん、このお菓子を使って。わかりました。紫さん、美味しいお菓子がありますよ。ほら、こっちに来てください。ガオー、お菓子をちょうだい。私が紫さんをピンボール台まで連れて行きます。そこからあとはあなたにお任せします。
ぱり可愛い。私も紫さんみたいに可愛くなりたいプリ。クマが可愛いなんておかしいです。そんなことありませんよ。私は他にも可愛いクマさんを知っていますし。そうなんですか。ええ、そのクマさんのことなら紫さんもご存知のはずですよ。ミッションコンプリートです。任務達成おめでとうございます。しちゃいますよ。ミッションコンプリート。これ以上は
収まりました。
記録が完了いたしました。私はクマじゃない。可愛いクマはベベタンです。ベベタンといえば、紫さん覚えていますか？町で買い物をした時のこと。はい、私ベベタンのお友達を見つけたくて町に出かけたんですけど、一人で町へ買い物なんて慣れてなかったから、すぐに不安で胸がいっぱいになっちゃって、そんな時たまたまユミさんと会って。ええ、物陰でうずくまっている紫さんを見かけた時は驚きました。ユミさんは私の話を聞くと買い物に付き合ってくれて、すごく嬉しかった。一緒にたくさんお店を回りましたね。残念ながらベベタンのお友達は見つかりませんでしたけど。俺には紫さえいれば十分だしな。こいつ以上のマブダチはいらねえよ。だからベベタンのクリーニング用品だけ買ったんでしたよね。はい、いつでもベベタンをきれいにできるようにって。ベベタンは紫さんに愛されていますね。き、仕方ねえから、これからも愛されてやるぜ。ユミさんとお買い物した日のことは私の大切な思い出です。また一緒に行きましょうね。はい、ありがとうな、ユミ。紫が人間に戻れたのはお前のおかげだ。ほら、紫もさっさと礼を言いやがれ。ユミさん、ありがとう。紫さん、戻った早々で申し訳ないのですが、まだ他の方たちが動物になっています。お手伝いをお願いできますか？はい、もちろんです。あなたもありがとうございました。なかなか見事なプレイだったと思います。ですが、あまり調子には乗らないように。無理をして怪我でもされたら困りますので。あら、いらっしゃいませ。また来てね。ハイスコアを狙いましょう。
ね。ひどいですか。一気に落とすわよ。アフターブレイクよ。やったわね。スペシャルティーズミッション。ミッションコンプリートよ。やるじゃない。ダメだ。さすがだわ。あなたに頼んで正解だったわ。困りますわ。何すると？ミッションコンプリートよ。やるじゃない。どうしたとしないでほしいポン。さすがだわ。やったわね。困りますわ。ミッションコンプリートよ。あなたに頼んで正解だったわ。
あれを狙ってみて。フェアリーが来たわ。ミッションコンプリートよ。強すぎだと。フェアリーをやっつけたわ。さすがだわ。あなたに頼んで正解だったわ。やるじゃない。ボールインターン。今よ。やったわね。あなたに頼んで正解だったわ。これはボールリターン発動。やるじゃない。ベベタンキック発動。さすがだわ。強すぎだと。ボールリターン発動。やったわね。あれ、あらあら、いじめてみたくなるわよね。あなたに頼んで正解だったわ。フェアリーを一掃したわ。さすがだわ。やったわね。ひどいですと。やるじゃない。ミッションコンプリートよ。一気に落とすわよ。アフターファイト。さすがだわ。やったわね。ミッションコンプリートよ。ベベタンキック発動。ボールリターン発動。やるじゃない。さすがだわ。チャンスよ。あなたに頼んで正解だったわ。やるじゃない。さすがだわ。変身しちゃいそうだと。ボールリターンしたわ。これはボールリターンしたわ。ダメか。ミッションコンプリートよ。やったわね。あなたに頼んで正解だったわ。お手並み拝見というところかしら。いい子ね。その調子よ。どこまで見せてくれるのかしら。限界です。もう
一気に落とすわよ。アフターブレイク、さすがだわ。ミッションコンプリートよ。やるじゃない。ミッションコンプリートよ。さすがだわ。次はいいもの見せてやるよ。やったわね。あなたに頼んで正解だったわ。あなたの本気見せてもらうわね。なんだかドキドキしてきちゃったわ。
あれに当てるのよ。フェアリーの登場ね。さすがだわ。ボールリターン。嬉しすぎですわ。ボールリターン発動。やったわね。あれっと、あなたに頼んで正解だったわ。さすがだわ。そんなことをなさるなんて、目が回り。ミッションコンプリートよ。やったわね。効果は
試してみなくちゃね。次はいいもの見せてやるよ。ミッションコンプリートよ。やるじゃない。困りますわ。あなたからの再挑戦待っているわ。あら、いらっしゃいませ。これにするのね。これにするのね。また来てね。いらっしゃいませ。こちらでよろしい。またいらしてください。いらっしゃいませ。こちらでよろしいですか。承知いたしました。こちらでよろしいですか。こちらでよろしいですか。承知いたしました。こちらでよろしいですか。承知いたしました。こちらでよろしいですか。承知いたしました。またいらしてください。少し懐かしいですね。着替えをするのですね。こういうのも楽しいですね。せっかくですから、いろいろ着てみたいです。私には少し派手ではないでしょうか。まだ着替えるのですか。そんなに見ないでください。なんだか気分も変わりますね。
あなたのセンスでお願いいたします。選んでいただけて嬉しいです。おそばにいさせてください。ビーチボール戦乱神楽。